し。やっほー、あやでーす。あやちゃんの挨拶かわいいよな。やっほー、きりでーす。かわいい。今日は焼き食い。ウルッときりまるです。皆さんこんにちは、きりまるでございます。ちょっと今日は食べますというのも聞いてください。今日は5月7日、本当はさ、前の動画で次はお姉ちゃんとのコラボ動画が上がりますみたいなの言ったんやけど、私が間違えて素材を消してしまいまして、お姉ちゃんとのコラボ動画の、なんか自分一人のやつやったらいいのに、お姉ちゃんとのコラボ動画消してしまって、なんと撮れなくなりました。ということで今日5月6日金曜日、急遽動画を撮っております。やべ、明日あげる分の動画がねえと思って今再撮影ということで、出てくる出てくる、よりによってなんでコラボ動画ないの。誰か私をバカと言ってくれ、バカと、お前バカやなと言ってくれ。私結構な ADHD 持ちなんですよ。すっごい気をつけて生きてるけど、とにかく忘れ物と、一つ覚えたら一つ忘れるし、あ、髪のカラーを変えました。パープルっぽい紫っぽい感じなんやけど、この髪を切る前に最後ヘアアレンジ動画を撮ろうと思って撮ったんですよ。それが入った素材もまたなくしてしまって、 SD カードごとなくしちゃって、めちゃくちゃ探して、なんか私パソコンケース持ってるんですけど、パソコンケースの中に絶対にいつも SD カード入れてるんですね。でいつもみたいにあるやろうと思ってその中探したけどなくて、3回か4回全部バッグの中隅々まで全部見たけどなくて、車も見に行ったし、お姉ちゃんちも探しに行ったし、でもどこにもなくて、本当になくしてしまったんやって思ってて、でこの前さ、初めてなんかフェス、ビバラロックっていうサイト埼玉のフェスに行ったんやけど、でその時に氷川神社っていう神社でおみくじをやって、それさ再撮影できんわけよ、切っちゃった後にカードなくしてるもんやけん。初めておみくじに頼って、おみくじのさ、あの欄になんかなくし物みたいなあるやんか、初めてそこを大吉とか何吉を見る前に一番最初に忘れ物の欄を見ましたね。こんな出来事初めてと思って、初めて忘れ物の欄見て、すぐ来るって書いてあって、えみたいな、あんだけ探したのなかったのに、え、すぐ来る、うんって思いよって、夜帰ってきて、まさかすぐ来るとか言いながら、まあそんなことないやろなと思って、パソコンケースをもう一回、すでに4回見てるんですけど、もう一回見ようと思ってもう一回見たら、普通にそって普通に入ってて、 SD カード、うんみたいな、え、みんなない？こういう時、多分私のどこ探してもなかったし、ここ確実に全部探したのに、なんでここにまた普通に置いてあるみたいな、あれくね、これ私だけなのかなっていつも思う。ええー、みたいな、めっちゃ嬉しかったけど、めっちゃびっくりした。え、てかもうこれ分からん、いつかの分からん、なんか3ヶ月前からの賞味期限切れのチーズ、なんかチーズってあんまり賞味期限ないなみたいなイメージがあって、プルダークポークミョンを食べたいと思います。もうこれ私の中で何か嫌なことがあった時とか、自分が頑張れんくなった時とか、高カロリーやけん普段食べるの控えてるんですけど、どうしても何かがあった時にいつも食べるようにしています。うまっ。コーラ赤派ゼロ派。私はなんか飲み物で極力カロリーを取りたくない人間なんで、基本ゼロキロカロリーのジュースしか飲まない。子供の頃は赤が好きやったですけど、好きやったですけど、じゃあいただきます。今日はみんなに、そう、今日はみんなにちょっとな、ゆるゆるするとね、あの恋愛相談を聞いてもらおうと思って、一応な、YouTuber として一応ね、ちゃんとこう、ちゃんとやってみるよ、ここら辺。いただきます。辛いの苦手なのに、ラーメンで一番好きなよ、このブルラックポークミョン。けどカロリーがね、めっちゃ高いんよ、これ。いただきます。うーわ、辛っ。うん、ちゃんと辛い、うん、うま辛、うま辛、あれやってみようと思って、なんかさ、なんやったっけ、名前があるやん、18時間ダイエットみたいな、食べてから18時間何も食べみたいな、その代わりそのなんか間の6時間は好きなもの食べていいよみたいなやつをちょっとやってみようかなと思って。え、これって毎日同じ時間じゃないといけんの？好きな食べ物世界1位、好きな食べ物第世界1位、違う、世界で一番好きな食べ物炭水化物なんですよ。私はとそれくらい炭水化物が大好きで、白米だけでもいけるし、これをおかずに白米もいけるし、白米おかずに白米もいけちゃう。ちょっとね、聞いてほしい。タイトルにもある通り、一旦話しながらこれ食べよう。現代餅感動、感動、あとはこういうのって YouTuber っぽくちゃんとこんな、うわお、ギャル超かわいい。うお、これおお、罪悪感の塊ですね。これはこの衣は炭水化物やろ、炭水化物を揚げてます。その中に甘いあんことお餅が入っております。で中にそのあんみつみたいな、なんかカラメルみたいななんか入ってて、もうカロリー爆弾みたいな味がする。カロリー爆弾だね。うまいね。でも美味しいね。うん、
ごめん、全然本題に行ってない。改めて、そう、改めて好きな人を諦めることにしましたっていうのをさ、ちょっとみんなに聞いてほしくってさ、この前さ、好きな人ができましたっていう動画を上げたじゃんか。正直あれから、まあ、やりとりとかちょこちょこあったんですよ。なんかわかんないけど、私好きで、本当にその人のことが好きというか、まあ、好きになって、最初気になってたけど、まあ、やっぱ好きかなと思って好きになっちゃって、好きだな好きだなと思ったけど、なんか違うなっていう自分もあって、もう本当ただ恋愛感情としてこの人のことが普通に好き、でもなんか付き合いたいって言われたらそうではないみたいな。なんかさ、わかるかな、私の中で付き合いたいっていうのは、その人の内面とか人間性とか一緒にいて楽しいとか、その恋愛感情以外の好きっていうところがあって、恋愛感情があって、この人と付き合いたい、この人と付き合いたいと思うんやけど、その人には本当恋愛感情として好きみたいのしかなくて、私は今まで本当にもともとは優しくていい子なのに、なんか私と付き合うとだんだん相手がこう変わっていっちゃうっていうタイプと、元からそういう人を私が好きになっちゃうみたいな人が多くって、結構傷つけられてきた恋愛が今まで多かったんですよね。それこそさ、1年前の恋愛でめちゃくちゃ傷ついてさ、めちゃくちゃきつかったよ正直。まあ、結構本当人間不信になっちゃったから、なんかそこから私は結構ね、恋愛がトラウマに正直なっていて、その人のことをもっと知りたいけど、これ以上知ってもっともっと大好きになっちゃって、裏切られたりいい人じゃなかった時に自分が傷つくのが怖いってなってしまって、去年の恋愛から結構こうなんか自分の中で壁を作ってたというか、ちょっと距離を置いていた部分があるよ。だからこそ多分付き合いたいにはならない、でも好き、結局私が告白するみたいなのなかったんですけど、好きな人できました動画の時にあげたみたいな、なんかこうその人はクールな人で動画で話したみたいな感じの人なんですけど、そういう人を未だに私は好きになっちゃってるってことは、やっぱり私は変わってないなと思って、やっぱ結局なんか私って刺激を求めちゃってんだなみたいな、この人と付き合ったら幸せなんやろうなって思う人は確かに周りにはいるんやけど、そういう人今まで好きになったことがなかったんですよね。私は結局ちょっと S っぽい人とか、ちょっと俺様の人とか、やっぱ私がそういう刺激的な人が好きやったと思うよ。まあそれでさ、失敗した恋愛があったわけで、もうこれ以上トラウマを作ってしまえば私はもう一生恋愛できんと思って、なんかそれくらい結構私にとってはトラウマの出来事だったんですよね。どうやって乗り越えたかもう分からんくらい結構本当にきつかったから、裏切られてショックなのプラス好きな人と結局お別れするっていう、なんかもうダブルきついみたいな。その時に誓って思ったのは、こんなに辛い思いをするんならもう一生恋愛をしないか、するとしてもちゃんと自分の手で自分を幸せにしてあげるために、自分でしっかり相手を選ばなきゃって思って、ってなった時に、その人にはその人の良さがすっごいあるんやけど、これから私将来をちゃんと考えながら付き合っていくってことを考えた時には今じゃないんかなみたいな。このままずっと連絡取り続けたり、ずっと好きな期間が長いほど私は結構大好きって、こう一回人を好きになったらもう冷めれんくらいずっと人を好きになっちゃうタイプだよね。これこそなんかさ、分かってくれる人おるから、あ、こういうことされたからもう冷めた、もういい、さよならとかならんくて、しっかり傷つくのに恋愛感情はずっとあるみたいな。でもそれって結局自分が傷つくやんか。もうなんかいろいろ私も恋愛経験をしてきたわけで、もうそろそろ学べよお前と思ってさ、これ以上ずっと連絡取り続けても、好きになればなるほど離れられない私の性格上、このタイミングだと思って、普通に好きだなって思いよったけど、頑張って自分で諦めました。それこそ今日上がる予定やったはずのお姉ちゃんとのコラボ動画では、恋愛を相談をするっていう動画が今日上がるはずだったんですよ。けどもう好きじゃないというか、自分で諦めたし、なんかどっちにしても今日上げても変な話というか、もう諦めたのに、なんかその人の恋愛相談をしたところでみたいな感じにもなってたから、まあ今日は今日でこの動画でよかったかなって感じもするんやけど、なんか私の生き方って基本的になんか自分のために生きるっていうよりは、結構他人のために生きてる、他人に求められて、他人が求めてくれてるから私の原動力になるというか、自分のために恋愛をしなきゃなと思って。じゃあなんかレモンペッパーって、うーんまっ、定番化してほしい、これめっちゃ美味しい。最初はでもしんどかった、レインライクバイバイって言って、なんか自分の中で区切りをつけてバイバイって言ってから、やっぱもう大好きになってたからしんどかったけど、でもなんかこれを、今までの私は好きだから離れられん、大好きやから傷ついてでも離れられん、情が抜けないとかあったけど、なんかこういう将来の自分のことを考えて何かを終わらせるっていうのが初めてで、すごいなんか成長したなっていうのはめっちゃ思う。今はすがすがしい気持ちないけど、それでバイバイしてからすごい思ったのが、お姉ちゃんにいつも言われるのが、キリちゃん可愛いね、こうだねって褒めてくれて、キリのことを肯定感上げてくれる人と付き合ってくれってずっとお姉ちゃん言ってて、次の恋愛はそういう部分で幸せになりてえなって思う。なんかそういう肯定感を爆上げしてくれる人
私が好きな人できたって言った人は割とクールだし、印象で言うと暗いというか、まあなんか陰寄りの人だったかなっていうイメージがあるよね、私の中で。そういう人好きな時ってなんか私もちょっとそっちに傾いちゃうというか、なんかすごい彼に似てきたとか、カップルが似てくるとかよく言うけどさ、なんかそういうのって私本当にあると思う。なんかやっぱり明るくてすごく肯定感高めてくれる人、ずっと一緒にいると絶対自分もそっちになると思うし、逆にそういう暗い人と一緒にいると自分も暗くなるなみたいな、なんかそれは今回すごい感じたよね。なんかいつもの自分と違うぞみたいな。なんか今までは嫌なことがあったらそのまま下がって、なんか嫌なことがあったら下がって、嬉しいことあったら上がってみたいな、こんな感じだったけど、なんか今は基本ベースがもうずっと上にあって、嬉しいことあったら嬉しいってなって、悲しいことあっても悲しいでもずっとここみたいな。全然私がこう幸せじゃなくてもみんなの幸せの話聞いたり、みんなが楽しかったらそれでいいなとか最近思うようになってきたよ。なんかどうしたの私。バイバイして良かったのかは分からんけど、何か意味があるんかなって思った。別になんか嫌な関係になったわけじゃないのに、自ら諦めるってなんか意味があったのかなとか。だから次の恋愛は刺激とか、もうそのなんか可愛いじゃんみたいな、そういう人じゃなくて、本当にキリマルっていう扱いもしてほしくないし、外見で判断もしてほしくないし、本当にこのキリコの中身を見て私自身を好きになってくれる人と付き合いたいというか出会いたいなって思う。みんな恋愛してる？もういいよ。なんか私はもう本当にそういう刺激的な恋愛はもういい、もう本当にもういい。次出会う人がすごくいい人やったらもうその人と結婚したいと思ってます、正直。あとは価値観とかもあると思うし、強要しないとか。まあでもね、正直なんか価値観は人それぞれ違うから、なんかそういう価値観もお互いちゃんと尊敬して、ちゃんと大人の将来の自分のことを考えて、私も相手に幸せを与えられるような存在になりたいなって思うし、お姉ちゃんとのコラボ楽しみにしとった人ごめんなさい。ちょっと改めて姉ちゃんとは撮るプラス、今日はお姉ちゃんの方で私とのあのねコラボ動画が上がってるので、よかったらお姉ちゃんの方も見てみてください。あとやっぱ思った以上にきり丸幸せになってくれって言ってくれる方がたくさんおるのが本当に嬉しくて、もうみんなに判断してもらう、これから恋愛今こういう人がいるんですけど、みんなどうですか、この人好きになってもいいですか、結婚してもいいですかって。もうなんかだからみんな私のさお母さんになってください、相談に乗ってください。よかったらえみこにいつもあんたってめちゃくちゃモテるよなって言われるよ、あんたってほんと昔からモテるよなってめっちゃ言われるんですよね。まあ無意識なんですけど、無意識にやってみたらお姉ちゃんに言われたよ。なんかあんたそういうさ多分恋愛テクみたいな結構持ってるやろうけん、うん、そういう恋愛テクニック出してみたらみたいな言われたので、まあなんか思い出せる範囲で私がいつもやっている恋愛テクニックテクニックというか、まあなんか動画にできたらなと思います。ごちそうさまでした。じゃあ終わります。私、Twitter、Instagram、TikTok、ウェアもやってますので、皆さん方のフォローよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。みんなハッピーになりましょうね。じゃあ。